キリ市役所は日本の地方公共団体であるキリ市の組織が入る施設である。群馬県キリ市折姫町1番1号キリ駅の南に位置しており、4階建ての本館と7階建ての新館からなる。折姫町一帯は日本折物株式会社が設立されて以降、折物会社の工場敷地として使用され、戦中は軍需工場に転用されていた。 終戦を迎えると、工場の敷地は市に譲渡され、市役所や気流市産業文化会館の建設用地に当てられた。市役所と文化会館の間には、日本織物会社によって建立された織姫神社がある。毎年元日に開催される全日本実業団、大公駅伝競争大会の第5中継所に設定されている。戦前の気流市役所。左は、水道事務所。 キリ町時代の役場は、現在の本町に置かれたが、1901年11月に、現在の永楽町に、キリ町役場が新築され、1902年1月に移転した。1921年3月に市政が敷かれた際、永楽町の町役場は引き続き、キリ市役所として使用され、1922年に、庁舎を増築した。その後さらに改築が加えられ、 1929年に事務室や会議室が増設された。また、市庁舎の西隣に水道事務所が建設され、1932年に完成した。1965年5月、折姫町の富士防石気流工場跡地に新市庁舎及び議事堂が完成し、市役所は永楽町から折姫町に移転した。1982年8月には、 本館に隣接して7階建ての視聴者審判が完成した。ありがとうございます。